はい、こんにちは、ケイドラです。今回はモンストニュースまとめ解説やっていこうと思います。まずはこちら、2回目の超究極祭が降臨します。今回は貴族生でして、名前はセイラムですね。前回のパンデモニウム同様に重進化なんで、こちらは性能にもしっかり期待できます。ただ開催日時は来週の土曜日の12時からなんで、結構日は空いちゃいます。まあ来週発表でも全然おかしくなかったんですけども、今回は早めに発表されましたね。ちなみにこの期間は常設で開催しています。クエストの詳細はこちら。前回やった方は知ってると思うんですけども、5つの属性の超究極ステージが出現します。火、水、木、光、闇とあるんですけども、クエストの中身、ギミックだったり敵に関しては全く何もかも一緒ですね。単純に敵の属性だけ変わるんで、こっちが使う属性もしっかり変える必要があります。で、このセイラムはスピードクリア報酬で各ステージ最大20体ゲットできるんですけども、スピクリでしかゲットできないんで、地方は全くいりません。ちなみに前回のパンデモニウムは確定で2ドロ、ごく稀に3ドロもありました。そして前回同様に日替わりクリアボーナスが存在しまして、対象のステージを1日1回クリアするとセイラムが5体もらえます。これプラススピクリ報酬で最低2ドロもあるんで、合計7体もゲットできます。しっかり毎日クリアボーナスさえ達成していれば運極なるんで、皆さんぜひともこれは頑張りましょう。続きまして新イベント情報。今年は早くも6月の前半にモンストブライダルアルファが開催されます。ガチャは明日の12時からですね。ではそれぞれ性能を見ていきましょう。まずは水属性の柵のアルファ、反射侍バランス型、ラックスキルがガイド、アビリティが超アンチウィンド、プロテクション、友情底力 EL、 超 SS ターンアクセル、ゲージでアンチ減速壁、バイタルキラー M、 SS が HP を一定量消費しパワーアップ、ダメを重力ワープ、地雷を無効化、8プラス8ターン、友情コンボがコピーと防御アップ。このキャラはものすごく尖っているんですけども、注目すべき点はまずは友情底力 EL、 HP が半分下回ると友情コンボの威力が3倍まで上がります。で、その友情コンボがコピーと防御アップ。防御アップは全く効果ありませんが、コピーは3倍まで上がるんで、強力な友情コンボ、それこそリフレクションリングとかをコピーするとめちゃくちゃ強くなります。こういったキャラは HP 半分切るのが結構大変なんですけども、このキャラは SS で HP 消費できるんで割と発動できると思うし、それこそ8プラス8ターンなんで回転率も高い。さらに超 SS ターンアクセル持ってるんで、 HP が 80% を切ると SS が毎ターン2ターンずつ溜まっていきます。他にはプロテクション持っているんで、普通の攻撃では HP が減りにくい。 SS との相性は結構良いと思います。さらにはバイタルキラー M あるんで、蝶バラ解放していると結構殴り火力も高いと思います。で、現状使えるクエストで言うと天魔6ですね。ウィンドウと減速対応していまして、 SS を打てば重力バリアも対応するんでちゃんと使えますし、超 SS ターンアクセルあるんで、パーティーによっては毎ターン使える可能性もあります。で、このコピーする相方がリムルのチェイススフィア、最大3倍火力なんで、これはなかなかに強いと思います。 SS が打てないターンはやっぱり動きにくいんですけども、バイタルキラー M あるんで厳選内容によってはダメオザコはワンパンできると思います。とは言ってもやっぱり癖は強いし、現状天魔6に関しても綿積みがかなり強いんで、このキャラがいないとしんどいっていう場面は特にないかなと思います。続きましてローレライアルファ見ていきましょう。闇属性ですね。性能が反射亜人族砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超アンチダメージオール、アンチ減速壁、アンチ転送壁、 SS ターンチャージ M、 ゲージで状態異常底力 EL ダッシュ M、 SS は全くもって新しいもの、攻撃力とスピードの差が最も大きい味方の攻撃力とスピードの値の比率に応じて触れた味方のパワーを一定期間アップ、8プラス8ターン、友情コンボがラウンドバーストと白爆発 EL。 まずこのキャラに関しては新豪絶ディック X の適正枠でして、しっかり超ダメオとアンチ転送壁でギミック対応しています。
SS ターンチャージ M で味方のサポートもできます。そして偉いのがこれ状態異常底力 EL 持ってるんですよね。あのクエストはほぼ永久的に毒が撒かれるんで、このキャラが毒になっていると3倍火力で殴ることができます。これは本当にめちゃくちゃ強いですよね。ダッシュ M もあるんでスピードに関しても十分速いと思います。友情コンボに関してはラウンドバーストと白爆発 EL、 一発ドッカン火力と誘発できる友情コンボですけども、言うても反射タイプなんで低難易度にはそこまで向かないかなと思います。でこの新しい SS が結構面白くて、とにかく攻撃力とスピードの差が大きいほどバフの倍率が変わるっていうことなんですよね。すなわちパワー型のオセローみたいな感じで、攻撃力4万超えてるけどもスピードは200台っていう感じで差があると結構倍率はもらえるんじゃないかなと思うんですけども、まあ現状詳しい継続ターンだったり倍率に関してはわからないんで、それ次第で評価は変わってきます。ただ1段階目が8ターンなんで、多分継続ターン1段階は1周継続、2段階は、まあ、2周継続が現実的なんじゃないかなと思っております。しっかり現状ディクエクスで強いんで適性少ない方はかなり助かるんじゃないかなと思います。最後アルセーヌアルファ見ていきましょう。光属性、性能が貫通アジン砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超 AGB マインスイーパー M 重力バリアキラーファーストキラー、ゲージでアンチ魔法陣アンチ転送壁、 SS が自強化プラスアイテム成長と吸収8プラス8ターン、友情コンボがパワードライブと調教シャイニングピラー。まずアンチアビが4つありまして、超 AGB アンチ魔法陣アンチ転送壁に関しては天魔級の適正枠ですよね。重力バリアキラーだったりファーストキラー乗せるとボスに対しては結構火力入ると思います。ただ貫通タイプなんでちょっと扱いにくい上に、友情コンボに関しても毒友情持っていないんで、さすがに天魔級においてはデンジには勝てないと思います。未来投資で考えると、重力マイン転送壁にはオーデンタ光代がいるんで一緒にハマる可能性は今後ありますけども、よっぽど超 AGB のスピードが求められるクエスト以外ではオーデンタ光代でも全然間に合うと思うんで、まあ未来投資も正直ちょっとしにくいところかなと思います。で一番の特徴はやっぱり友情コンボですよね。重力バリアキラーとファーストキラーが乗ってくるパワードライブと調教シャイニングピラー、正直初期周回だったらテセウスの調教シャイニングピラープラス爆発の方が使いやすいと思うんですけども、今後コンキツネだったりケウサのようなクエストではこのパワードライブと調教シャイニングピラーはめちゃくちゃ役に立つ可能性あるんで、そういったクエストで使いたいっていう方は十分価値があると思います。以上そんな感じで今回のガチャ引くべきかあたりに関しては、とりあえず現状必須級のスペックのキャラは今回いなかったですね。で未来投資に関しても特にめちゃくちゃできるタイプではなかったんで、去年のフランクリンアルファとか2年前の風雷アルファっていうポジションは特にいなかったんじゃないかなと思います。まあもしかするとアルセーヌアルファが同じ光属性なんで近い将来はめてくる可能性あるんですけども、そこは未来投資なんで皆さんのプレイスタイルで決めてください。一番の当たりキャラに関してはまあこれも人によると思うんですけども、ディクエクスの適性現状は全く困っていないっていう方はアルセーヌアルファ、逆にディクエクスの適性全く持っていなくて周回したいけどもできなかったっていう人はローレライアルファ、サクノに関してはやっぱり癖が強いんで、まあこういった性能が好きな方向けですよね。友情底力 EL が噛み合えば相当強いと思いますし、天魔6でも現状は一応使えるんで全然外れ枠っていうわけではありません。で今回の降臨クエストに関しては4月のアルファ同様にお楽しみアイテムボックスが登場します。しっかりクエストを周回しないと全アイテム回収できないんでご注意ください。4月に続きましてお楽しみアイテムボックスを20回開封すると今回もストライカーカードがもらえます。でこちら6月5日月曜日の12時から去年と2年前の復刻もあります。今でもおにゃんこぽんアルファだったりオフィリアアルファ、人によっては天魔級でフランクリンアルファ欲しいっていう方もいると思うんで、そういった方は狙う価値あると思います。去年と2年前の降臨キャラに関しても初期に再登場するんで運極作りたい方は頑張ってください。では最後獣神化解情報を見ていきましょう。今回は闇属性大凶小凶でしたね。性能がこちら、貫通アジン超スピード型、ラックスキルシールド、
アビリティがマインスイーパー M 現用キラー L 友情ブースト、ゲージでアンチブロック壁 SS 短短縮、コネクトスキルで超アンチダメージオール超獣封じ M。 条件としましては、魔人族以外が2体上、またはスピード型以外が2体上、 SS がメテオで追い打ち8プラス22ターン、友情コンボが超絶貫通拡散弾 EL5 と超絶貫通ホーミング8。もともと大凶消去重心化に関しては毎水ダメをブロック持っていたんで、アンチャービは全く変わっていません。新しく現用キラー L 友情ブースト壁 SS 短短縮、ダメオが超に、獣キラー M が超獣封じ M に変わりましたね。正直そこまで使えるクエストは変わっていませんが、アンチテーゼに対しては現用キラー L が刺さるんで、これから周回する方だったり絶級トーナメントで当たった際はしっかり活躍できると思います。 SS に関しても多分2段階の火力はキラー対象にめちゃくちゃ入ると思うんで、これも地味に楽しみです。そんな大凶消去の重心化解解禁日は6月6日火曜日の12時からです。以上、今週のモンストニュースは終了でして、来週は6月8日木曜日の16時から。ラッキーモンスターはこんな感じですね。まあいきなり明日から新しいアルファ始まりますけども、来週再来週のニュースでまたコラボ発表もあるかもしれないんで、オーブは慎重に使いましょう。以上、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。